アレクサンドラ・ニコライエーブ・ナ・パフムートワは、ロシアの作曲家。ウラジーミル・プーチン大統領とドミートリー・メドベージェフ、大統領と1929年、スターリングラード近郊に生まれる。1936年、6歳で、町の音楽学校に入学し、戦争まで在学した。1942から1943年には、カラガン大疎開し、そこでも、 音楽教育を受け続けた。1943年の秋に、モスクワ音楽院の付属学校へ移り、ピアノと作曲を、ビッサリオン・シェバリーン、ニコライ・ペーコの下で学んだ。1948年に、モスクワ音楽院の作曲家に入学する。シェバリーンについて学び、1953年に、優秀な成績で卒業する。その後、研究家に在学し、 1956年に卒業した。1963から1991年、ソビエト連邦作曲家同盟幹部の秘書。作品には、ロシア組曲、トランペット競争曲、青春序曲、還元楽のための競争曲などの還元楽曲、カンタータや合唱などの子供のための曲、映画音楽などがある。また、 心騒ぐ青春の歌をはじめとする400曲以上の歌曲を作曲したことでも知られている。ありがとうございます。